アメリカンフットボールの悪質タックル問題で被害を受けた関西学院大学アメフト部が開いた会見では、問題その、このへの対応はもとより、小野博士、ひろむ、ディレクターが語った指導者としての心構えにも注目が集まった。同時にインターネット上では、小野氏が過去、出身高校のアメフト部に宛てて送ったあるメッセージにもにわかか、記事全文を読む。